はい、やってきました。学園ハンサム第2回。今回も顎の長いあいつらと戯れていきましょう。コンティニュー。あれは、三剣先輩だ。またサッカーやってる。てか、同じ画像つかめましてんな。お前、一度やの、消しゴム野郎か。消しゴム野郎って。部活の見学か、自由に見てっていいぞ。早口、異常なほどに早口。まあ、でも部活の見学見ていいっていいって言うんだったら見ていきましょうか。あ、はい。せっかくだから少し見ていこうかな。ただの練習でもすごいオーラだ。さすがキャプテンなだけある。そうだ、お前俺とパス練してみるか。え、いきなり。いいんですか。やってみます。よし、俺の魅惑のキックをよく見ろよ。ちゃんと受け止めるんだぞ。そりゃ、ちょ、適当。そりゃって軽っ。あ、パスだ。おい、めっちゃ音割れてる。おい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 、勘弁してくれよ。消しゴム吹っ飛ばされた。消しゴムじゃない。ごめんね消しゴム、素人相手に強く蹴りすぎたよ。大丈夫か。パスですかね。今のパスですかね。今のパスですか。大丈夫です。あと、僕の名前、ですんで。いい名前だな。ちょっと待って。僕の名前が表示されないバグが起きてる。まあ、このままスもう。今日の練習終わりー。お、今日はもう終わりみたいだ。また来いよ。じゃあな。いったった。でも、楽しかったな。おやすみ。昼休みか。ああ、昼飯食おうぜ。うん。うん、そうだ。今日屋上で食べない？あ、そうだね。前食べたいとか言ってたもんね。食べてこう。いいぜ。今日は天気もいいし、気持ちいいだろうな。いや、まあ、きっと気持ちいいよね。うん、これか？忙しい者の味方、カロリーメイトだぜ。すいません。すいませんね。自社規制するところが違うね。もうバレッバレだね。へえ、でもそんなんで足りんの？あ、カロリーメイトは神の食べ物だからな。一つ食べただけで3日は動けるんだぜ。嘘つけ。俺は腹減るから夕飯も食べるけどね。おいしい！うるさい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 。そういえばこいつ、昔からカロリーメイト好きだったもんな。あ、志賀くんだ。お、どうした志賀健吾。黙れで有名、ハッピーよっパピー、なんだっけ、よろしくおっパピーか。あ、言っちゃった。いい加減喋ってほしいね。いい加減そろそろまともに会話してほしいね。あいつ、なんか変わってるよな。教室でもいつも一人でいるし。まあ、単に人見知りなのかもしれないけど。うん、僕の中でもね、今その線が浮上してるね。うん。放課後か。そういえば、まだ美術部の見学に行ってなかったな。まあ、ここはね、貴重な機会だし行っておきましょう。ここが美術部の部室か。失礼しまーす。あ、西本先生。来てくれたのか。今、俺が絵を描いてるところだから、見ていくといいぞ。西本先生、美術部の顧問なんだね。顔。おい、顔。すごい緊張感だ。他の部員の人たちも、固唾を飲んで見守っている。なに。なんて躍動感のあるうんこだ。これをこの短時間で書いてしまうなんて、他の部員も感動している。頭おかしいんじゃねえのか、やっぱこいつ。ふぅ、なかなかいい出来だな。マジか。芸術っていいよな。自分の中のイメージを作品にすることで、新しい自分に生まれ変わったような、すがすがしい気持ちになれる。お前、そんな気持ちになったことはあるか？いや、まあ、ないけど。いや、でも、絵を描く先生を見ていて、芸術にとても興味が湧きました。ははは、そうか。今日はもう終わりだ。入部したくなったらいつでも言えよ。またな。はい、さよなら。おやすみ。行ってきます。
わっ、遅刻する。おーい。またあなたですか。また爆発音のようなね、衝突を食らったね。あなた、相変わらずドジな人だ。何の注意もせずぶつかってきて。ああ、書類が散らばってしまった。ごめんなさい。今すぐ拾います。はい、どうぞ。お、早いですね。どうもありがとう。本当に早かったね。なんなら今クロックアップしてたんじゃないかと思ったよ。私の書類を拾ってくれたのは、あなたが初めてですよ。友達いねえのか。あれ、ちょっと出れた。昼休みか。よう、昨日は部活の見学に来てくれてありがとな。いやいや、こちらこそどうも。これから部室に行かないか。一緒に危険のティータイムをたしなもうぜ。危険なティータイムね。あ、はい。よう、ツレションしようぜ。ツレションしようぜじゃねえよ。なんだお前。今から俺と美術部に行くんだ。ちょっとさ、ごめん。この状況にまず突っ込みたいけど、まず見ておかしいだろ。おい、もうどう考えても色鉛筆が浮いてるんだって。なんで三剣くんだけこんな色薄いの。この前の怪我大丈夫か。俺がなでなでしてやるから、こんなやつほっといていこうぜ。もう早口がすごいね。なでなでしてやるって言ってるね、しかも。コーナー一の不良ったって、所詮は青い風です。俺みたいな大人のセクシーな魅力の方が、あんだっていいに決まってるだろ。ベビーパウダーが何言ってるんだか。この初太顔教師を置いて俺とツレーション決定。あのさ、ごめんね。こんなに嬉しくない取り合いは初めてだよ。はあ、ぶっちゃけありえない。もちろん俺とセクシーハネムーンだよな。セクシーハネムーンってなんだ。俺ツレーションパラダイスに決まってんだろ。そうだよな。ツレーションパラダイスはもっと嫌だな。もう二人とも死んでください、死んでください。すごいね、もう人を突き倒す時もその音なんだね。ああ、ハラハラした。二人とも、ずいぶん強引なんだな。放課後か。ま、校長室行って、一旦慎重に行こう。セーブしようか。あれ、君は鏡くん。おやおやくん、あなた、生徒会に興味ありますか？生徒会って。なんでそんな棒読みになっちゃうの？もうちょっとマシな発音しようと思わない？え？あなたの優しさに、生徒会の人間としての資格を見出しましてね。どうです？資格を。我が高貴なる生徒会室の全貌を見てみませんか？高貴なるって自分から言う？ま、ここはね、一回見てみようかね。我がバラモン高校の生徒会は、高貴なるメンバーたちが50年の歴史を支えてきました。勤勉さ、上品さ、そして高貴な人柄を兼ね備えた人物だけが、生徒会のメンバーになれるのです。君との接触大体3回くらいしかないけど、それだけでもう判断できたんだね。ちょっと早計すぎやしないかい。僕はその高 IQ と繊細かつ麗しい容姿で生徒会長の座に君臨することができました。自分で言う。そしてあなたにはこの高貴なる生徒会の人間となるにふさわしい。だからあなたを誘ったのです。あ、そう。僕はその条件に当てはまらない気がするんだけど、どんなフィルターがかかってるんだろう。なんだ今の音。なんだ今の音。なんかあの DTM ソフトで適当に音鳴らしてみたいな。何それ。さあ、入りなさい。バラ色の生徒会室へ、ようこそ。ちょ、今のセリフエコーだよね。違うよね、今の。ようこそって自分から言ったじゃん。お、見た目がね、見た目なんか見たことあるね、これ使い回しかな。普通じゃない？なんてことを言うのですか。この麗しきパイプ椅子、儚げなニュアンスを醸し出すホワイトボード、そして深き闇を優しく照らし出す蛍光灯。あなたはこの美しさがわからないのですか？わかんない。怖いよ。鏡レンジが怖いよ。ていうか外で工事やってるよ。ごめんね、ちょっとね、環境音うるさくなるかもしれないけど、許して。ん？そう、私にも分かっているのです。この生徒会室は麗しくなんかない、ただの小汚い豚小屋。どうした急に。あ、急にどうした。そこまでは言ってないですけど。我が生徒会はかつて
確かに素晴らしい高貴さを保っていました。しかし私の代になった途端、生徒会は陥落。あ、戦犯だね。君マジで戦犯だね。戦争犯罪者だね。他の役員はどんどん辞めていき、今や役員は私だけ。一体何がいけないのでしょう。子かな。ね、あれだよね、絶対その性格だからさ。今朝書類を拾ってくれるあなたを見て確信しました。あなたのこの優しさは生徒会のかつての輝きを取り戻す力がある。どうですか、生徒会の役員になりませんか。ああ、ここではい、いえの二択か。まあ僕イエスマンだからここははいって言ってあげよう。仕事を安請け負いするのは良くないけどね。ララ君ならそう言ってくれると思っていた。ぜひこの二人でこの生徒会を立て直しましょう。もうすごいね、僕が生徒会に入ったからといって棒読みが治るわけではないんだね。はあ、なんだか偉いことになっちゃったな。おやすみ。その夜僕は夢を見た。またか。いいよ、目覚めるのだ。あ、我がシガリタシンゴリファ、この世界の救世主。シガリタシンゴリファって。よ、一刻も早く目覚めて世界を救う戦士となろうぜ。世界を救うって何。これ確かにこの世界腐れ果ててるけど、なんだろう今の夢。騒がしいことこの上ないから静かになるまで待ちました。なんだろう今の夢。すごいね、まだうるさいね。昼休みか。タクヤとご飯食べようかな。あれ、タクヤがいない。しょうがない、一人で屋上に行こう。あ、滋賀県にゃんこ抱えてるね。何、急にどうした。志賀くんだ。今日は猫を抱えている。よし、頑張って話しかけてみよう。まあ、そういうアプローチはいいことだと思う。その猫かわいいね。どっかで拾ったの。死ね。え、何、怖い。ちょっと。え、死ねって言われた。初めて喋る人間に死ねって楽ね。ああ、でも、ここは冷静だろう。へえ、そうなんだ。うわ、もうすぐ授業だから。またね。あ、うん、俺がうんこしてる間にどこ行ってたんだよ。ちょっと志賀くんに死ねって言われてきた。まあちょっと屋上で叩かれてたよ。志賀健吾、気難しそうな人だ。放課後だ。一回セーブ挟むか。あ、あれは拓也。声をかけてみようか。拓也。あ、うん、一緒に帰ろうぜ。そうね。そうだ、うん。お好み焼きなら広島風と関西風どっちが好き？ん？急にどうしたの？まあ僕は関西風かな。そういやお前昔から広島風を意味嫌ってたもんな。そうなの？し、な、何それ何それ、意味嫌うって何？だってあんな食べにくい形状のどこがいいの？あと広島風好きな奴らが関西風よりハイレベルみたいな態度取ってくるの何あれ。俺の周りだけ。ホームでもあんなの。死ねえよ、怖い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 。いいじゃん別にそういう人がいたって。いやー、でも広島風にもいいところあるんじゃないかな。あー、やっぱ早乙女くんはね、客観的な姿勢で物を見れていいと思いますよ。何言ってみろよクソが。ちょっとさ、牙剥きすぎでしょお前。ちょっと今滋賀県語並みにひどいよ。お前のそういうとこ変わんねえよな。ああ許せるんだ、いや親友だな。何ちょっと何方をあからめてんの、こっち見んなよ。能天気だけど頑固で負けずに出会える、まっすぐで俺昔からそんなお前に憧れてた。そういうとこ変わってなくて安心したぜ。もう滑舌がひどすぎるね。負けじじくりるって。もう言えてなかったからね、そこ。はぁ、あ。7年前に離れ離れになって、もう会うことはないと思っていた拓也。そんな彼と今、笑いながら歩く帰り道。とても不思議で、なんだか嬉しい。彼のハニカミの笑顔を見て、その時、僕は強くそう思った。おやすみ。今日は遠足だ。目いっぱい楽しむぞ。ねえ、おはよう。おはよう。
今日は待ちに待った遠足だな。観光名所に遊園地、楽しみだよな。楽しみだね、本当に。ここがかの有名なパン工場か。パン工場、次はイースト菌を発酵させます。パンのできる過程がよく分かったぞ。勉強になったな。次は待ちに待った遊園地だ。お前らくれぐれも迷子になることのないように。じゃ自由行動開始。お、自由行動か。何しよっかな。やっぱまずは全貌見たいから観覧車とか乗ってみたいな。何しよっかな。あ、記念撮影用のパネルだ。誰と撮る？ちょっとひどいな、パネル。パネルがひどすぎる。まあ、ここはちょっと積極的に鏡レンジにアプローチして、アプローチじゃない、アプローチしていこう。鏡くん、一緒に記念写真撮らない？記念写真？なぜ僕がそのようなものを。ただでさえこのような低俗な場所にいることが屈辱だというのに。お前はちょっとね、言葉というものを慎んだ方がいいね、ちょっとね。でも、あなたが言うのなら、付き合ってあげないこともないでしょう。ここに顔をはめればいいのですか？その通りでございます。はい、チーズ。顔。ひどいな。もうひどいな。なんならお前が一番低俗だよ。では解散。今日は一日楽しかったな。おやすみ。昨日の遠足で浮かれ気分のやつもいるだろうが、2週間後は中間テストだからな。しっかり勉強しておくように。ああ、もう中間テストの季節か。昼休みだ。屋上に行く。うんこはもういいかな。屋上に行こう。あ、にゃんこ。滋賀県語と離れ離れになったね、もうついに。この前の猫だ。にゃーん。声低く。なんだろう。お腹空いてんのかな。ご飯を、まあ、ここはあげてみましょうか。にゃーん。美味しそうに食べてる。よかった。お前。滋賀県語。あ、滋賀県。猫抱えて行っちゃった。ご飯あげちゃまずかったのかな。サンキュー。ふふふ。もうぶっきらぼうさだけでサンキューが面白いね。あ、なんか聞こえたような。気のせいかな。放課後か。まあ、校長室に行ってセーブしましょう。よう、なんだか浮かない顔じゃないか。どうしたんだ。あ、なに？あ、なんかイベント入った。滋賀県語について聞く。鏡レンジについて聞く。何も聞くことはない。そうだな。僕結構鏡レンジルートで攻めてるから、鏡レンジにちょっとアプローチしてみようか。鏡のことか。あいつは感情表現が下手で、たまに突拍子もない発言をするかもしれないが、寛大な心で接していくといいと思うぞ。なるほど。それはそうと、ここでセーブするか。まあしていきましょう。もう3ページ目入ったね。まだゲームを続けるか。ああ、どうしよっかな。21分。まあ、続けましょう。じゃあ、またな。おやすみ。今日は中間テストの日だ。今からテスト用紙を配るぞ。よし、やるぞ。では、始め。ああ、全然わかんないや。報告か。どうしよっかな。ん？校長室？よう。何か用か。ちょっとセーブが頻繁すぎない？え、いいかな。もうちょっと続けていい？まだゲームを続けるか。じゃあまたな。あ、あれは志賀くん。声かけてみようか。おーい、志賀くん。なんだ。志賀くん、帰り道こっち？一緒に帰らない？おー、いいね。積極的にアプローチ仕掛けていく。死ねと言われてても。いいぞ。お。あの猫の一件以来、ちょっと心を開いてくれてる感じがするね。意外と素直だ。やったね。志賀くんって、休みの日は何してんの？映画してんの？映画をするって何？映画見てんの？へぇ、何が好きなの？ゲッセン切って、クソだ。
そうだね、はーい。え？クソ？見たことないけど、あ、そうなんだ。好きな映画を聞いたのにクソ映画を開けるなんて、シグ君って不思議な人だな。おやすみー。行ってきまーす。今日から7月か。夏休みまでもうちょっと、頑張るぞ。あ、中間テストの順位が張り出されてる。僕の名前は、あった80位だ。高校で80位か。結構上位の方なんだ、じゃあ。まあ勉強しなかったし、こんなもんかな。次は頑張ろう。ん？こんなもん、こんなもんでいいの？高校の人数的に80位って相当だと思うけど。放課後か。じゃあ校長室に行って。よう、6人分の人、何か用か。まだゲームを続けるか？ということで今回はここまでにしましょう。すいませんね。周りの環境音とか、外で工事やっててすごいうるさかったと思うんですけど、まあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。